羽ニシナ古墳群、羽ニシナ古墳群の位置。羽ニシ名古墳群は、長野県千曲市にある古墳群。4つの前方公園墳の総称で、4期は一括して、国の史跡に指定されている。森将軍塚古墳と、有明山将軍塚古墳は、ふもとにある森将軍塚古墳館と長野県立歴史館を、合わせて、茅野里歴史公園として整備されている。 森将軍塚古墳は昭和46年に国の史跡に指定され、有明山将軍塚古墳、倉科将軍塚古墳、土口将軍塚古墳は平成19年2月6日付で追加指定された。これら史跡に指定された四基以外にも、周辺には西条山古墳、坂山古墳、道平古墳群、笹崎山古墳、北山古墳など数多くの古墳が残されている。 これらの古墳群は4世紀末から6世紀初頭の築造と推定されている。長野県筑間市、大あざ森あ座大穴山に所在する本古墳は、長野県で最大となる全長100メートルに及ぶ前方公園墳である。曲がった尾根状に築造されたことによって左右対称ではなく、公園部が大円形に近い。墳球は吹石で覆われ、三重の埴輪列のほか。 噴町には、継承埴庭が廃されていた。規模は、以下の通り。長野県における、前方公園墳としては、最遺書にあたる、古墳時代前期に作られ、信濃国の前身、茅野市町の墳墓と目される。平野部から130の140メートルの高さにある、境愛で、急斜面の有明山を根上がりにあるため、公園部は、楕円のようになり、 前方部と後円部では中軸線が20度ばかり違っている。後円部長の中央に長さ15.0メートル、幅9.3メートル、深さ2.8メートルの穴が掘られ、その内部に母校と呼ばれる二重の石垣で囲まれた長さ7.6メートル、幅2メートル、高さ2.3メートルの縦穴式石室が築かれている。この石室は、 東日本最大級の大きさを誇っており、森将軍図過去分館で、原寸大の模型が展示されている。副葬品のほとんどは、過去の乱屈により散逸していたが、かろうじて残されていた三角円新獣教編は、山東県とのつながりを示す重要な資料とされる。他にも近畿地方の影響と思われる、土器類、刀、剣や切っ先の尖った槍か剣のようなもの、鉄属、 細工のための小型な農業に使う釜、翡翠で作った高級生型玉、壁玉の管玉などが検出されている。身分を示す鏡、玉と武器や生産用具を表すと考えられている剣の三つが揃ったのは珍しい例である。また、一部に前方後方墳とする説もあるが、発掘された埴輪の形から古式の前方後円墳とみなされている。 周辺からは、13基の塩墳をはじめ、古墳の裾に沿って、埴輪棺や、組合式石棺や、埴輪円塔棺,棺などの小型埋蔵施設が100基近く、検出されておりその中には6世紀代のものもあり2世紀の間追葬が行われていたと考えられる。この周辺は、森将軍塚古墳に関係する一族などの代々の墓所と考えられている。昭和十六年に、 国の史跡に指定され、昭和56年から平成4年までの11年をかけて、築造当時の姿に復元された。一般に公開され、小学校の教科書にも写真入りで紹介されている。森将軍塚古墳と同じ、有明山お上がりにある古墳時代前期、または中期の古墳で、全長は37メートルと比較的小さい。 平成11年の発掘調査後に埋め戻され、現在は見ることはできない。長野県では3番目となる全長83メートルの前方公園墳。森将軍塚古墳、有明山将軍塚古墳より新しく、古墳時代中期に作られた。千曲市、倉品地籍の入り口左側の大日道下の石食い万葉花碑から登り始めて、和潮城跡を越えれば、すぐのところにあり、 城郭の一部としても利用されたと考えられる。倉科将軍塚古墳と同じ、古墳時代中期に作られた全長67メートルの前方公園墳。千曲市土口地区と長野市、岩野地区の境にあり、昭和57年から同61年にかけて、漁師共同の発掘調査が行われた。森将軍塚古墳館まで、森将軍塚古墳館から、森将軍塚古墳。 ありがとうございます。